皆様、本日は FIFA 女子ワールドカップカナダ2015、リブ・ユア・ゴールズツアーの記者会見にお越しいただきましてありがとうございます。優勝トロフィーを、こうして日本に迎えるにあたりまして、まずは、公益財団法人日本サッカー協会、会長第2国屋より、ご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。日本サッカー協会の第2でございます。本日はお忙しい中、 FIFA の女子のワールドカップのトロフィーツアー記者会見に大勢の皆様にお越しをいただきましてありがとうございます。本日はFIFA 国際サッカー連盟の特任理事で、女子委員会の副委員長をなさっていらっしゃるモヤドットさん、モヤドットさんご自身もオーストラリアの女子の代表マチルダの中心選手として活躍された方がですが、FIFA の代表として今日ご出席をいただいております。またなでしこジャパンの佐々木監督、それから前回優勝時のメンバーであります矢野さん、山郷さんにもお越しをいただいております。それから日本女子日本協会の女子委員長の野田さんにも後で登壇いただくことになっております。ありがとうございます。それで、今年の6月にカナダで FIFA の女子のワールドカップが開催されます。前回ドイツ大会の3ヶ月前に、日本は東日本大震災という、未曽有の大災害に見舞われました。日本中が不安と悲しみで打ちひしがれる中でこの優勝を勝ち取ったということで、日本中の皆さんには本当に喜んでいただけたというふうに思っております。一方で、我々なでしこジャパンにとりましても、被災地の皆さんがあの困難に立ち向かう姿に、大きな力、大きな勇気をいただいたというふうに思っております。優勝の原動力になったことは間違いないというふうに思っております。今度のワールドカップは日本はディフェンディングチャンピオンということで大会に臨むわけですけれども、参加各国はなでしこジャパンのサッカーをしっかり研究して試合に挑んでくるというふうに思います。日本にとりましては厳しい戦いになると思いますが、まあディフェンディングチャンピオンとしてではなく、チャレンジャーの姿勢で優勝を目指して頑張ってほしいというふうに思っております。明日の10時から18時までこの日本サッカーミュージアム、この下にありますが、でこのトロフィーが展示されます。できるだけ多くの皆さんにこれを見ていただいて、なでしこジャパンにパワーを送っていただけると大変ありがたいというふうに思っております。再来週にはアルガルベカップが開催されます。これは本大会に向けて非常に重要な強化の場ということになると思いますが、この大会で確かな手応えといいますか、自信をつかんで本大会ではぜひこの優勝トロフィーを再び日本に持ち帰ってほしいというふうに思っております。それが来年のリオのオリンピック、そして2020年の東京オリンピックにつながっていくことだというふうに思っております。最後になりましたが、あのなでしこジャパンのあの笑顔やひたむきさがまた日本に感動をもたらしてくれることを願って、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ご登壇者の方々をご紹介させていただきます。皆様の右側から FIFA 女子ワールドカップ2011のメンバーであります矢野京子さん、なでしこジャパン監督佐々木則夫さん、国際サッカー連盟特任理事で女子委員会の副委員長を務めていらっしゃいますモヤドットさん、公益財団法人日本サッカー協会第二国屋、そして同じく日本サッカー協会女子委員長野田明美、また FIFA 女子ワールドカップ2011年のメンバーであります山郷のぞみさん、以上6名でお届けいたします。まずはもや副委員長、こうしてトロフィーを日本に持ってきていただいたわけですけれども、昨年スペインで11月に開始したこのトロフィーツアーも日本で11カ国目になりました。
来月にはいよいよカナダに入りますが、このツアーの目的を教えていただけますでしょうか。 Thank you very much. Thank you for the opportunity to be here in Japan. It's a great pleasure. We are here to promote the tournament and to promote this beautiful trophy as the prize of the tournament. Of course, it's a little strange to be in Japan introducing you to this trophy because you already have one as the holders of this World Cup. 今回この機会を設けていただいて、今回招待していただいて本当にありがとうございます。このトロフィーを通じてワールドカップへのプロモーションの一環になればなと思っています。ですが日本の皆様にとってはこのトロフィーもすでに持っているという立場ですので、もしかしたらこういう形でトロフィーを見るというのは少し変な感じかもしれません。But I think this perhaps makes it the most special part of the trophy tour. このトロフィーツアーが本当に特別なものになればいいなと思っております。But I'm also here to tell you that the Women's World Cup in Canada later this year is going to be huge. For the first time, we have 24 teams playing in six cities across Canada. そして今回のカナダのワールドカップ、これまでにない大規模なものになります。24チームに3カ国増えまして、16の都市を回る大会になります。There have been already 500,000 tickets sold.We're expecting to sell 1.5 million tickets. There will be a special coin, a stamp. This will be the biggest thing to come to Canada since the Moose. 今回、もうすでに50万のチケットが売れております。今後大会に向けて150万のチケットが売れるのではないかと予想されております。本当にたくさんの観客の方が来ると予想できます。記念のスタンプ、記念の切手であったり、記念のコイン、こういったものも用意する予定です。本当に大きな大きな大会になるんじゃないかなと予想しています。 And FIFA's coverage, broadcast coverage with its partners of this tournament will also be the biggest ever. We will have a minimum of 18 cameras at each match, and some selected matches will also have spider cams and ultra motion cameras. また今回ですね、テレビ放送という部分でもこれまでにない、かつてない大規模なものになります。18のカメラを各試合に用意して、試合を逐一各高校から追っていきます。So from June the 6th until July the 5th,I can promise you this will be the biggest show on earth. And it's great to be here on this very special stop in Tokyo, the home of the holders of this World Cup. 開幕から決勝までですね、その最後の最初から最後の瞬間まで本当に素晴らしい大会になるとお約束できます。そしてまた日本にとっては連覇かかった大会、非常に特別なものになるかと、素晴らしいものになるんじゃないかと願っております。ありがとうございます。日本は、前回の、ワールドカップを機にいろんな女子サッカーの普及、また発展の事業を、さらに推し進めて、まいりましたが、こうしたまやさんの言葉を受けて、野田委員長、日本としてはその取り組み、また手応えはいかがでしょうか。はい、私事なんですが、もやさんとは自分が現役の時に戦った相手で、そのもう結構前なんですが、そこから2011年に私たちの国は優勝しました。選手の、すべての選手の目標はワールドカップで出場すること、そこで世界一になること、これはどんな選手でも必ず持っている夢です。ですからそこは日本もここも気を抜かずにしっかり強化というところは取り組んでいこうと思っています。ですけど今もやさんがおっしゃられたように、そこがゴールではなくて、やはり FIFA が掲げている全サッカー人口の 20% を女子にしようという、こういった目標、それを私どもの国でも今真剣に取り組むというところをやっています。FIFA さんのこの支援を受けながら中学校フェスティバルをやったりとか、それから育成含めた普及というところを今力を入れてしっかりやっています。またこのワールド、次のカナダのワールドカップ、プレッシャーかかりますが、頑張る姿を見て一人でも多くの子どもたち、女の子たちがサッカーをやってくれるというところまでなんとか結びつけようというのがやっていて、そこは山郷さんとか OG の方を含めた代表選手たちもみんな協力してくれて今やっているところです。ありがとうございます。ここで少し、前回の2011年のワールドカップを、振り返っていきたいと思うんですけれども、山郷さん、まずこの
トロフィーなんですが、2011年のワールドカップで初めてトロフィーを目にした瞬間というのは覚えていらっしゃいますか？はい、初めて目にしたのは、優勝してで壇上に澤選手が持ってきて、それをこう私澤さんの後ろぐらいにいると思うんですけども、その時に初めてあのトロフィーを見ました。どんな感想をその時は持たれたんでしょうか？いやもう今までの、まあ、思いっていうのもありましたし、これが世界一になる、こうみんなが目指していたトロフィーなんだっていうものがこう現実としてあった時には本当にあのなんかこう感動しました。その、トロフィーを皆さんで掲げた瞬間に皆さんの手がこうトロフィーに重なるシーンが非常に印象的だったと思うんですが、矢野さん、そのシーンどのように振り返りますか？はい、トロフィーを本当にこう澤選手が掲げた時に私たちもみんなでこう手を触れようとかそういう話は一切なくて、あの無我夢中でそのトロフィーに全員が手を伸ばしてたっていうのがすごくこうやろうと思っていたことじゃなくて、みんなが本当に嬉しくて本当にその瞬間をかみしめるために全員が手を無我夢中で伸ばしていたっていう感じでしたね。当時をあの、まあ、4年前のチームになりますが、優勝を大会前は予想されていましたか、山子さん？全くしていませんでしたっていうのは、そんなにすごく高い目標でもあったし、本当にみんな目指しているところではあるけれども、まず予選突破っていう目標をまず抱えていて、まずそこの足元のところをきっちりみんなで力を合わせて勝ち上がろうっていうところが目標だったので。優勝した大きな要因というのはどういったところにあると思われますでしょうか？まあ、個人的には、まず初戦の1試合目から決勝まで行くなでしこジャパンっていうのは本当に別のチームのようなで、っていうのは1試合1試合試合をすることで、あの選手一人一人が成長して、いろいろな困難が1試合1試合にはあって、それをまあスタッフはじめみんなで解決していって、でスッキリした状態で臨むことができて、それが決勝戦の時にはもう、そういう準備も含めて気持ちのメンタル面でもう一つになれたっていうことが大きいと思っています。矢野さん、今はあの指導者として、はい、女子サッカーに関わられていらっしゃいますけれども、この優勝したことは日本のチームであるとか女子サッカー全体にとってどういった影響を与えましたでしょうか？はい、本当にその優勝した後からはサッカーの女子サッカーの本当に周りの方、今まで女子サッカーを知らなかった方も本当になでしこジャパンといえば女子サッカー、ということを本当に皆さんが覚えてくれて、そして本当に子どもたちが私の小さい時だと女子サッカー選手になりたい、なでしこジャパンに入りたいということを思ったことがなかったんですよね。なんですけども、私がスクールでやる子どもたちは必ずそこで私はなでしこジャパンに入りたい、世界で優勝したいってことをすごく言ってくれるので、本当に優勝したことをきっかけにサッカーをする子どもたちも増えましたし、見てくれた皆さんも本当に女子サッカーってこう頑張っているんだってことを言ってくださったので、本当にそういう面でも大きく変わったのかなと感じましたね。また、4年の時を経て再びなでしこジャパンがワールドカップに、今年の6月挑みますが、どういったことをチームに、期待されますか、山郷さん？はい、ワールドカップ優勝を得てで、まあ、各選手たち、それをあの優勝したシーンを日本で見ていた選手たちもその4年後っていうものを目指すことになると思うんですけど、で現に優勝を味わった選手たちは、今までの過程ではダメだっていう気持ちで取り組んでいると思いますし、それと同時に、その前回16チームだったのが24チームに増えて、で初出場のチームもたくさんいて、で4年
かけて準備していたものが、カナダの地で、繰り広げられるっていうのもすごく期待できるし、なでしこにとっても、まあ、6試合予選から6試合決勝までいくと6試合で次は7試合になると思うんですけども、まあまず予選突破を目指しながら、粘り強い、まあ、1試合多くなるっていうことも含めて粘り強い最後まで戦う姿勢っていうものを、カナダでも見たいと思っております。矢野さんはいかがでしょうか。はい、前回優勝していることによって結構周りの方からはいろんなメダルを取るだろう優勝するだろうっていうプレッシャーをかけられる中で、なでしこジャパンはそれをプラスにして頑張れるチームだと思います。なので私はその世界で戦う、日本の良さもう一度粘り強さだとか諦めないとか、体を張る、チーム力っていうのをすごく期待したいなと思います。ここに佐々木監督もいらっしゃるので私は今こう私の期待する気持ちを伝えれたのかなと思うのでぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。本日会場にはカナダ大使館の、参事官でありますローリー・ピーターズさんにもお越しいただいております。ありがとうございます。では、佐々木監督お待たせいたしました。また改めてトロフィーをご覧になられて、大会に向けた気持ちがまたふつふつと湧き上がっているかと思うんですが、抱負をお願いできますでしょうか。はい、待ってました。前回の大会の時もですね、こういった形で、トロフィーを持ってきていただいてですね、こういうような会見を開きさせていただいた時にですね、絶対触れない、トロフィーと自分だけですね、写真は絶対撮らない、それはもうこのトロフィーを絶対我々は手にするんだという思いでですね、まあ、参加者その時選手もいたんですけども、そういう思いで、いたんですけども、山越さん、我々はドイツはワールドカップ優勝を目指していましたんですけど忘れてましたね、優勝目指してたよな、はいまあちょっとあれですけどもね、3年4年経ってますからね、ちょっとあれですけども、まあ、本当に優勝は内々で目指してました、内々で、はい。でも本当に今度はですね、日本の全国の皆さんが、やはり我々なでしこジャパンにまたこのトロフィーをという思いがですね、やはり必死と僕も今生活している中でもですね感じますので、まあ、そういう意味でもなでしこジャパンはこの優勝ということを全国の人たちにですね、認識した思いをですね背負いながらやるのは今回初めてですので、まあ、そういうチャレンジにですね、しっかりと我々いい準備をして、そして会長も言われたようにね、連覇はそう簡単ではないと、自分たちの足元をしっかり見つめながらですね、いい準備をして、日本の国民の皆さんとともにですね、これを勝ち取るという思いで、頑張っていきたいと思ってますけども、はい。先日行う